夜回りさん、続きからやっていきたいと思います。最後の思い出、このね、ホイッスルの思い出を終わらせていきたいなと思います。それでは、行くぞ。その前にね、いつもの、身だしなみチェックしてるときに、怖いなぁ。もう、お姉ちゃんなんか尻尾みたいな生えてない？鳥になっちゃうみたいな、そういう呪い？思い出した？私を殺す方法？これ。え？呪いを解くために。どうしてうちの中に。これ本物のお姉ちゃんなのかな？君にできるわけがない。何を？殺すことはできるはずがないってそういうこと？大切なお姉ちゃんなんやから。お姉さんが、どうして私のお家に、今の、一体何だったんだろう。そう、ここでさ、ホイッスル拾ったわけよ。で、この先初めての。怖いなぁ、何のこれ。何の銅像？星？不思議な形の石碑だ。え、何もないんだ。え、そんだけ？うわー、鳥居があるってことはこっちか。行くか。あ！ここ思い出の場所だ。この中に落としちゃって、行けないよ、そんな。もう帰ろうよ、危ないんだから。ここ見覚えがある。なんかスッて来ちゃった。私、ここに何か落としたはず。そこへ入る場所があるって聞いたことがある。探してみようかな。あ、なるほど、こっから。何それ。調査報告。当該地域は、崩落の危険性という情報を流した上で立ち入りを禁止する。特定の手順で儀式を進行するといけるようになるのかな。どこからちぎれてここに来たんだろう。ちょっとここ見てみようか。なんか書いてありそう。掲示板に紙が貼ってる。この穴は洞窟に繋がっています。絶対に物を落とさないでね。うおー！あれ？ここは洞窟だったはず。閉まってる。どうして入り口が塞がってるんだろう。入る方法を探さなきゃ。なんか音する。あれ違う。なんだこれ。また紙切れが落ちてる。塔4階ノックする。水に濡らした紙を、鉄製の箱に収める。死んだ魚を生きに難しい。一個ずつやっていこうか。つまりさ、その塔ノックする、4回ノックっていうのは多分百葉木のことだから行こうか。あそこに戻って4回ノックして、ん？こんなのあった？なかったよね。あれ？行き止まりになってる。何？この星型は何なの？あれ？さっきまで開いてたのに。うわ！何？うわ！え、まずくない？どうすんの？え、どうしようもない。マジでわからん。わ、開けろ！あ、4回ノックした。そういうこと。ここを4回ノック。1、2、3、4だもんね。焦って連打してた。びっくりしたー。そういえばあの紙。そう。塔4回ノックする。水に、水に濡らした紙を、鉄製の箱、百葉箱に収める。死んだ魚、まあ、水に濡らした紙を、水に濡らした紙を。ペタペタ。あ。もう開きそうだね。あと一個で。さっきは閉まってたのに。あ、開いた！もう開くんだ。人で？え、ナマコ何も関係ないの？ヒカセを入れるんかな？シュノーケルも、ナマコも何も関係なかった。
じゃあ入れてみようか。行け。食われた。海って怖いよなマジで。これでいいのかな。なんかこれでシャベルをゲットしたとかで力技で解決だったら面白いんだけど。いかなる理由があっても、あ、やってしまったー。すべてを合わせると、なんと、もしかして、やっちゃいけないこと？はっ！くるー。なんか海がざわついてない？人手の化け物！くーろ！金も！いやー、これ集合恐怖症の人、もうガチきついでしょ。これ多分違うと思うけどきついもん。鳥肌立つ。開いてる。行くしかない、わたちゃん。行くぞ。真っ暗。え、もう手探り。あー、めちゃめちゃ綺麗な海底洞窟。え、これ、ちょっとワクワクするんだけど。気象。気象。なんかこれ、怖いというよりも気持ち悪いな。食わせるか、これ。食っとけ、お前。その色が変色しちゃった。なんかクラスメイト。何笑ってんねん。やんのか。成長した。ガチじゃん。ガチの暴力じゃん。あっぶな。誰かの記憶？こうワタちゃん以外の誰かいじめられてた時の記憶なのかな。あー、水面がちょっと船船ね。うわー、きしょ。行くか。もうええて、ええて。ドクドクしてる。どこにドクドクしてるのか分からん。水の中入れる。あ、きま。ああ！いや、え、どうしたらいいの？あ、行けないし。じゃあそっち行く。じゃ左側通らせて、右上げるから。もう、通らせて、うわっふざけんなよ、こいつ。レア。レ？あれ？あれ？あれ？あ！これ逆方向になってる！操作が逆なんだ！なんか勝手に動くと思ったら。そういうことね。むず。いや、でもこのくらい、ナルトを予習してきた僕にとっては簡単だわ。マークをつけると、オッケー。ん？麦？またいつもの麦？麦何してんのマジで。いつでもどこでも現れるやん。可愛いけど怖いわ、そこまで行くと。え？反転術式。なんだこれは。麦？麦待って。え？勝手に動いてる。え？麦が俺を誘おうとしてる。おい、やめろ。体力をなくせ。え？あぶね。幻覚か。びっくりした。そんなせこい手を使うんだね。
僕の麦がそんなことするはずがないだろう。画面がぐにゃってきた。頭もぐにゃぐにゃ。いや、ここの、気持ち悪いな、マジでここ。どこだ？断崖絶壁。なんだここ。それの化け物をグロ。なにこれ。なんか始まった宇宙空間での一戦。これちょっと、なんか、怖くはないし面白いな。操作性を要求してくるの好き。多分ね、途中で反転とかが入ると思う。もうグラグラしてんね。甘い。甘いよ。その程度では何も起きない。全然問題なし、今のとこ。で、これ欲しいでしょ？ OK、OK、OK。あ、これちょっと面白いな。最終フェーズでこういう、出てくるね。右後ろかな。なんだこれは！行ったり来たりしろと？どうすりゃいいの？どうすりゃいいんすか？消えたん？で、多分生かしてくれる。こうだな。よし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 。もう体力は満タンなんだよな。ここしかない！よーし、偉い。それいける？これ逆転。逆転現象。反対！反対向き！よーしよしよし。これ上を押してたら下に行くわけよ。いや、これは、予想できてたことだからね。これはちょっと甘いんじゃないのかと。制作陣が甘いのではないかと。よし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 。こう、一発クリアできそう。いや、今回の動画短いな、多分。なんだこれは！なにね、千本桜が外から出てきてる。影よし！まずい。はい。道がわからんぞ！ここら辺だったよね。確か。むずっ！まっすぐ。まっすぐ。恐れずまっすぐ行く。よし来た！完璧です。ここは。あれ、落とし物がないんだけど。私が落とした落とし物は？ん？この奥？いけない。ん？ん？なんだあれ？あ、これか！上からの光ね。大穴の。何か落ちてる。懐中電灯？なんだそれ。あ、これ。思い出で私が落とした。何それ。あの穴はここに繋がってたんだ。これは、おもちゃ電灯？これお母さんからもらったものだ。どうして忘れてたんだろう。思い返すか。手の中の熱源を思い出した。最後の思い出。小学校の時めっちゃ怖くなかった？先生来た。え？え？あ、ちっちゃい頃の思い出だ。
全部なくなってる。麦？ミュン。机の上の鉄男とかがなくなっちゃった。これはいつもと変わらないけど、何かが違うのか？鏡台がない！なんか関係するのかな？鏡がないよね、ここ。ほら。お姉ちゃん？え？え？どういうこと？右行けって痩せるし、あれ、顔が。麦！麦！助けて。ビビっとるね。呪いを解くには鈴？いや、鍵は麦なんだ！ついに思い出してしまった。廃ビルの屋上に私はいるから。そこで会おう。待ってるよ。麦。麦。そうだ、思い出した。お化けが私のお家に入ってきて、麦が私を助けてくれたんだ。でも、あの声が、お姉さんなの？変わり果ててたのかな？約束ってなんだろう？麦が鍵だって、どういう意味だろう？行くしかないよ！それから屋上で待ってるって。屋上、行ってみなくちゃ！一度、お家へ帰ろう。次回、屋上に行きます。それでは。